こんにちはったらこんにちは、いずもです。今回は ESP32 を使って作った玄関の鍵を開くと LINE で通知してくれるスマートガジェットを紹介します。あれ、出るとき鍵閉めたっけ。こんなことよくありますよね。外出先でも鍵の様子がすぐにわかるちょっと便利なアイテムを作ってみました。といってもこれを実際に作ったのは1年半ほど前で、動画でも紹介しているんですが、今回メール通知から LINE 通知に変更したのと、結構前に紹介したものなので、改めてハードの方もちょっと解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。こちらがそのガジェットになります。見た目はかなり手作り感がありますが、ちゃんと動きますし、何度か電池交換しつつ、1年半ほどの動作実績もあります。見た通り電源は単三電池4本。結構使い古したエネループですが、これで4ヶ月ぐらいは動いてくれます。ドアの開閉を感知するセンサーがこのホール IC です。このノブに付けられた磁石の磁力をセンスして、ノブの状態を ESP32 に伝えます。その情報を ESP32 が LINE に通知するという仕掛けです。先ほどご紹介した通り、以前は Google スクリプトのメールで通知していたのですが、Google の制限がちょっと厳しいのと、リクエストが無視されることも多かったので、今回 LINE 通知にしてみました。はい、それでは実際に動かしてみましょう。このペットボトルのキャップの中には磁石が仕込んであって、ドアの鍵ノブの磁石の代わりをしてくれます。こちらに LINE の画面を表示しています。現在、鍵は閉じている状態で電源を入れます。先ほどの写真でノブが水平状態にあると考えてください。電源投入でチェックが入って、鍵が閉まっているので、クローズドの通知が来ました。では、ノブを立てます。つまり、鍵を開けます。はい、通知が来ました。メールサーバーにログインするよりずっと早いです。鍵を戻しましょう。はい、こちらもすぐに通知が来ました。実際の動きはこんな感じになります。では、この中身について説明していきます。そんなに難しくないので、よかったらチャレンジしてみてください。回路図がこれになります。部品はとても少なくて、LDO とホール IC、あとは電池ボックスぐらいです。電池駆動での長寿命化のためにもともとついていた LDO を外して低消費なものを外付けしています。 LDO はピン配が一緒だったらそのまま基板上に付けられたんですけど、残念ながら無理でした。ファームウェアの方でも低消費に気を使っています。 ESP32 は普段ディープスリープに突っ込んでいて、ホール IC からの信号で目を覚まします。で、鍵の状態を送信すると、ディープスリープに戻るという単純な動きです。アイコンボードは秋月のこれです。USB インターフェースとか載ってないので低消費。ですが、それでも足りないので、さっき話したように LDO は外してしまいました。こんな感じです。ここに LDO が載っていました。外すのはちょっと大変です。で、交換した LDO がこれ。もう少し低消費電流のを探したいところではあるんですが、パッと探して見つかったのがこれでした。変換基板に乗っけて使っています。オール IC です。これでノブにつけた磁石の磁力を検知して信号を出します。これが実装の様子ですが、
その頃、カイロをレジンに封じ込めるのがマイブームだったので、これでもやっています。まあ、ゴミとかホコリを防ぐにはいいかもですね。これ、台になっているのはダイソーの MDF 台なんですが、裏にはやっぱりダイソーのネオジム磁石を四隅につけて扉に固定しています。さて、ハードについてはこんなものですかね。さて、今回の目玉、LINE Notify の設定手順になります。とはいえ、これもそんなに難しくはないです。ここからは、LINE のアカウントを持っていて、ログイン用にメールアドレスとパスワードが設定されている前提です。まだ設定していない方は、スマホの携帯アプリからアカウント設定でメールアドレスとパスワードを設定してくださいね。まずはこのサイトを開きます。で、ログインボタンを押します。さっきのメールアドレスとパスワードでログインします。ログインできたら右上にユーザーネームが出ているので、クリックして、プルダウンメニューからマイページを選びます。連携中のサービスというページになりますので、下の方のトークンを発行するをクリック。トークン名をここで決めます。ここに入れた名前で LINE に通知が来ますので、わかりやすい名前にしましょう。あと、通知を入れるトークルームを選びます。トークルームにいる人には全員通知が来ますので便利です。玄関の鍵だから家族のトークルームとかがいいですよね。選んだら発行するをクリック。トークンができましたので、これをコピーしてどっかに保存しておいてください。これを ESP32 のファームに入れてアクセスしてもらいます。連携中サービスにさっき登録したトーク名とトークルームが表示されているのを確認します。あと今回、LINE Notify へのアクセスについては、このサイトを参考にさせていただきました。ありがとうございます。で、今回のファームはここに挙げてあります。回路図の通りに回路を組んで、このファームを書き込めば同じ機能を実現できるはずです。何か質問とかありましたら、コメント欄にお願いします。はい。今回は ESP32 を使って、玄関の鍵を開け閉めすると LINE で通知するスマートガジェットを紹介しました。作る方のハードルはそんなに高くないですよね。一回充電すると4ヶ月ぐらいは置くので、これもなんとか実用の範囲かと思います。実際便利なんですよ、使ってみると。よかったらチャレンジしてみてください。もしこの動画が参考になったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。また何か質問、感想とかあれば、コメント欄にお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。